令和六年九月二十五日、文化人デジタルとアルバムメンバー限定ライブレベル1です司会進行は第四期開催中、令和先行ジクジクと山岡達一です<手>今日のアシスタントはニューハーフ美容研究家の岡山美樹さんですよろしくお願いしますそしてスペシャルゲストです埼玉県議の戻り正秀さんですよろしくお願いします、はい、どうぞよろしくお願いします そして、報道会のラビット関根、大イグ太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、三木さん、お願いします。特集1ですね。総裁選手版 まもなく決まる我が国の運命。諸井さんがビーナス号と街頭演説と現状。じゃあ0番よろしいですかはい。はい。諸井さん9月25日ポスト告知して。告知していた通り、本日地元埼玉県羽生市に高市早苗自民党総裁候補のビーナス号をお迎えして、街頭演説を行いました。あ、これではあの、お諸いさんも応援演説をされた、ね、ということですね。はい、もうちょっと前にあの埼玉県議団が小泉さんの、<laughs> は,は,はい、はい、 応援しそうみたいですね。はいはい、なんかネット上で私も見ました。はいはいはい。これ、いいんですかはい。はい、<laughs> い,やいやいや、もう別に、あの、県連として、あの、誰を応援しなさいとか、はい、まあ、今回、そういうのも禁止もされてますし、はい、まあ、個々の議員に応援する議員というのは任されているということです。まあ、私は、あの、県議会の、あの、自民党からは、あの、除名されてますので、まあ、そういう指示も一切ありませんが、はい、まあ,あの、自民党委員であり、あの、地元の、あの、自民党、羽生氏 まあそこの支部長でありますので、えー、まあそういう形で、えー、まあこの車がですね外旋車があの私の地元に昨日入ってきましたので、えー、応援演説をさせていただきました私の把握している中では、えー、埼玉県議会の自民党の県議団の中には4名くらい高市さんをあの支援する議員がいると、はいはい、国会議員が2名いると。 今、そういう状況これ、なんか、高市さん、やっぱ小腹ですね、<laughs> これ、あの、ご本人は乗ってなくて、<あ>全国キャラバンみたいな形で、あええ、まあ奈良県、もちろん、あの、高市さんの地元から出発してですね、まあ、最初南に行ったんだと思いますけども、あの、九州の方から、どんどん北上して、えー、昨日が埼玉、えー、そして、群馬。 に行って、えー、なんか最後、比叡神社にまた戻ってきたというふうに、あの赤坂で、うん、それで終了したということですけども、まあ、全国の、まあ、よく見にくいんですけども、あの、全国の仲間のですね、あの、寄せ書きっていうのがこの車に、 うん、こう書かれてまして、うん、えー、北海道から、えー、ずっと、あの、全国の方の激励の言葉が、まあ、ここに書かれてるんですけども、まあ、あの、見たら、あの、アスカナンバーっていう、あの、奈良県の飛ぶ鳥のナンバーというのが、はい、で、えー、そういう車だったんで、あの、奈良県から、まあ、全国に広めた、るね、そういう状況です。はい,はい、はい。はい。はい。ありがとうございます。はいえー、では、この、総裁選の現状ですけども、 この門田竜翔さんのポストお願いします。はい、十五日、9月25日のポストですね。はい。石破高市小泉氏キソル。キソルですね。はい。自民党総、自民総裁選決定確実、決戦確実という読売新聞記事画像を紹介してですね、こちらですね。え、本日の読売長官の終盤情勢、歴史に残るデッドヒート。最後まで諦めなかった陣営が勝つ。うん、はい、こちらになってますね。はい。そうですね。石破さん、議員28、党員98、 合計百二十六、高橋さん三十一、党員九十四、そして合計百二十五、小泉さんえ議員五十四、党員六十、合計百十四、ね、あ、接戦ですね、でもね。はい、ということで、はい、これを見てラビットさんどうですか。昨日ちょっとね国会議員会館に行ってきて、はい、複数の方にお会いしたんですけど皆さん。 おっっしゃってたのはまあもしまあ大体なんか見た感じは石破さんと高市さんで決選投票になるっていうふうに考えている方が多かったですけどまあ小泉さんに近い方を除いてね、うん、その場合でもものすごい接戦になるだろうなという感じででまあこの塊はこっち行くだろうこの塊はこっちに行くだろうっていうのはある程度は 予測はつくんですけどじゃあその塊の人全部がそっちに行くかというとこれも全くあのそんなことはないはずなのでまあ大体こんな感じかなと僕はもし石破さんとの決戦だったら普通に行けば高市さんの方が有利かな10票20票ぐらい有利かなというふうには思ってるんですけどそうおっしゃってた方でもいやーまあギリギリまで分かんないなっていうようなことは。 みんなおっっしゃってま私も評論家じゃないんで分かりませんけれども、ただやっぱり、あの、党内のいろんなお話聞いてると、石破さんに対する、あの、アレルギーというか、 あの、それは結構お持ちの方が多いと聞いております。うんうん、で、それからあと、麻生あの元総理のですね、動きというのがあ、まあ最近出てきているという報道もありますけれども、やっぱり麻生内閣の時に、あの、石破さん、あの、官邸に乗り込んでて、やめ、 やめ,やめろと、やめなさいと。まあそういうことを言ったということもあるので、うん、まあやっぱり、まあ麻生さんに近いところ、麻生さん含めてですけども、まあ石破さんに乗るっていうのはなかなか難しいのかなというようなうあの状況だという,う、まあ。そうですよね。はい、いこれはやっぱりあの石破さんの議員票がダント突で少ないという感じですもんね。 はい、で一方で、まあまあ、小泉さんが多いと。で、えー、実は小林さんも議員票は多いんですよね。なんか、名前とかなくなっちゃったけど。そして、党員数がしかし、小林さんの場合は非常に少ないということで、まあ、ここがまあ知名度の低さとか、馴染みのなさということなんでしょうね。はい。 ですからこういった形になっているとただこの「党員党友の表」っていうのがどうなんでしょうねう分かんないじゃないですか分かんないですね。<laughs> はい、<laughs> だからもしそこで大殿電んん返しがあるとどうなんだろうなと思います。 はい、はい、というわけでまた分からなくなってきましたがしかしまあ石破さんに党員票はこれほど多いというと不思議ですよね <laughs> 本当にね理解できない逆に言うと石破さんは党員票しか望みはないですから、うん、これでもし高市さんが石破さんと並んだりとか最悪まあ石破さんにとっては最悪高市さんが抜いちゃったりとかしたらもう一気に数勢がもう 決まってしまう、はい、っていう可能性もありますから。ですから、これ、まあ、あの、基本的に普通に考えて議員票が少なかったらですね、安定した政権まず作れないだろうと、どうせ思いますよね。議員なんですから、はい、議員に人気なかったらそ、はいそ、それは、それは問題ですよね。<laughs> はい。っていうのは、はっきり言えると思うんですけど、問題は、最後、決選投票が、石破高市になるのか。だか高市さんが絡んだら、 た、あの、石破高市さん高市小泉でも、高市さんが釣るには当然、麻生さんは高市さんに行くでしょうね。はい。だからまあ、小泉さんをね、応援してる武田良太さんと麻生太郎さんももう、もう死ぬほど仲悪いですから。で、まあ、菅さんもあっちに行っちゃって、まあ、昔は菅さんとそんなに悪くなかったはずですけど、今はもうちょっとね、完全にこんな感じになっちゃったんで、まあ、それ考えても、小泉さんや石破さんに乗るっていうのは、まあ、麻生さんは、 どうした消去法で言ってももう高市さんに乗るしかないんですよねだから本当のあれだったら小林さんで高市さんってことだったんだろうけど残ったのは高市さんであれば当然高市さんに票を集中するでしょうね万が一石破小泉になってしまったらもうもうそしたらもう沈陰で沈日本全体がーンですねですね。本当にその時はもう本当にこういう感じでちょっと一応皆さん数図は用意してお線香も用意してるけども同本部から私もクビになるかも もしれませんので、はい、それも覚悟はした。この状況だったらね。はいはい、はい、はい、はい。 はい。えー、では、この2番の方、お願いします。はい。これは MI2 さんですかね。はい。の、えー、9月23日のポスト。自民党総裁選、高市早苗陣営議員票で石橋、石橋蹴りに負けることはないと、自信を見せる。<laughs> はい。議員票で石橋さんに負けることはない。<laughs> あ、明言されてますね。はい。でも、油断させるために言わしてるような気もしないでもないですけどね、これ。<laughs> 一種の、あれでしょう、あの、 アンダード効果狙ってんじゃないのとか思っちゃいますけどねそうですねでここでちょっと切るとはいわかりましたはいじゃあ次いってみましょうはいはい止まらぬメディアの変更報道 はい。財布佐健太郎さんの9月25日のポスト。総裁選が終盤、高市潰し月下も、えー、支持急進総理大臣の可能性高まり、攻撃対象と、専門家が指摘、正義の味方という記事を紹介し、高市市、えー、高市さなえが総裁になったら、既存メディア、旧来型の自民党、財務省全てが負けたことになる、そりゃ必死。まあそういう構図なわけです、ね。もう最初からね、この選挙は本当に、 本当にメディアが反高市でもう徹底してたなと。うんうん、で最初に僕がイラッと来たのは朝日新聞で、うん、選択的夫婦別姓を彼らは無理やりこう争点に持ってこようとしたんですよ。社、うん、説で言って、しかも7割は賛成してるって言ったんです。それを高市さんはあえて潰しに来たんですよ。うん、討論番組の時に。うんうん、いや、ちょっと待ってくださいと。旧姓の通称仕様が実は一番多いんですよと。 それは総務省の2022年のアンケート調査でもはっきり出てるんですってやったら、あれがまず小泉さん側からしてみればケチの付け始めで、なんだよと、そこでついでにサハメディアのインチキぶりをですね、そこで白日の元にさらした上に潰しちゃったんですね。そしたら今度は田崎史郎さんとかがリーフレットを配ったから高市さんが有利になったんだって言い出して、これにみんな乗っかって、 なぜか、高市さんの側の主張は一切聞かずにですね、バーッとその言説を撒き散らしちゃったんですね。で、あの時に、もう本当に SNS はむしろ、いやいや、他候補だってやってんじゃんと。でしかも高市さんは、それ、あの禁止になる前の話じゃんというのをずーっと言っていて、むしろ、平さんね、いつも僕下の名前忘れちゃうんですけど、 正明さん、そいつも正門さんってこう、うん、余計なのが出てきて、<laughs> はい、いつも、ねはいはい、邪魔をするんでね。首遣忘れちゃうんです首の方 <laughs> あ。なんか全然遠石関係はないらしいですけどね。<laughs> 平さんなんかの方がむしろ悪くこう言われてね、したこともありましたし、あとはやっぱり財務省、昨日実はちょっと霞が関の方とでお会いしたらね、やっぱすっごい嫌がってんですよ、高市さんのこと。<ー><ー>それは積極財政だった、ね、積極財政だし。他の省庁にとっても、要さん高市さんの何してくるかわからないみたいな。<ー>だから予測つかないんで、 嫌なみたいなんでですよで、まあ、いろんなことをおっしゃってましたよ。高市さんの旦那はこっちの方に問題があるはずだとかね。うん、いや、はずだなんですよ、みんな。んはずだみたいなことをね、やっぱりこうおっしゃったりするんで、うん、ああ、やっぱり高市さんは霞が関で本当に嫌われてるなっていう。うん、あとは既存メディアですよ。うん、既存メディア必死ですよ、これ。まあ、安倍さんの時はやっぱり産経新聞良かったんですよ。うん、産経新聞政治部って。やっぱりね、あの昔から安倍さんをこうしてたから、はい、安倍さんの方もまあ若干、 やっぱり、ひいきしてくれるわけです。<ー>で、岸田さんになったらその権力基盤がブワッと読売新聞に移ったっていう、うんうん、僕は感じてて、これが今度誰が総裁になるかによって、まだ新聞社の政治部なんかも違うんですよ。石破さんだったら、朝日とか、 毎日とかが息吹き返してくるはず自民党の総裁選でだから、そうする選択的夫婦別姓とか、ああいう方向に持っていきたがるんですよ。左派的な政策を自民党にやってもらわないと彼らは困るから、いつも彼らは立憲民主党で押してるように見えるけど、自民党の中だったらこの人って決め打ちして、ってやっぱりあるんですよ、そういうのが。大変です、必死です。これ、でも、ろいさん、その、高市さん、その、 まあ一番真面目に政策を勉強してるって印象はありますけど、はい、だけど、その何を言ってくるかやってくるか分からないっていうほど予測不可能な印象を僕は受けないんですけど、どうですかうんと予測不可能かどうかは分かんないんですけども、はい、確かに、まあ宏池会的なとか、そのまあ今までで言うその平成権ですか、うん、<laughs> まあ田中派から来る流れの派閥ですけども、まあああいう方々から比べると、 まあでもそれはその人たちっていうのはもうあと既存メディア旧来型旧来型自民党でしょ、はい、それから財務省、はい、もうこれだからこれ本当古いイスタブリッシュメントですよもうこれは本当戦後レジームそのものですよこれはだからあの既存メディアも財務省とかその中央官庁もやっぱりその既得権益ですよね、うん、今まで通りや,やった方がまあお互い楽。 楽だけど滅びますからね。まあそうなんです。そう,<あ>そういう、そう,そういう視点ないですから、うん、さらに言えばその政治評論家の方も、素晴らしい見識をお持ちなんでしょうけど、はい、ただ、リーフレットを巻いたから、あの、支持が上がったなんて本当に思っているんだとしたら、政治評論家とかを名乗らない方が、私はいいんじゃないかなと。素晴らしい見識ます。でもね、これも秋的症状ですよ、ね。ええー。じゃあ、あの、新次郎さんが、そのリーフレットを巻いてないから落ちたのか、<laughs> と考えると、全然 違うんですよ。すよね、その討論会とか、ね、会見とか、そういう中でのやり取りが、この人だったら任せられる、こいつじゃだめだ、うん、それが数字に出ただけだリーフレットをまいたことで、高橋さんの支持が上がったと、うん、もし仮定したら、そのリーフレットに書かれていた政策論が正しかったということになるま、うん、まあそうですね。その政策が正しくて説得力があったから、高橋さんは上昇した。はい 新次郎は討論会で、なんか、政策でアホなこと言いまくったから、落ちた。これフェアじゃない超フェアです。大体ね、政治評論家でね、高市さんが上がってくるって予想した政治評論家いましたいないでしょみんな小泉さんぶっちぎりとか、基礎メディアもみんなそうでしょそっちにね、これバンドワゴン効果って言うんですけどね。もうそっちにそっちに持っていくわけですよ。でも要あえて無視したわけですよ、高市さんを。高市さんが言ってることなんか、その批判もしない。あえてもう無視をするっていうね。 ところがもうここに来てもうそれが通じなくなるぐらいぐわーっと上がってきたんで、うん、まあもちろんですねあの高市さんが勝ったらこの人たちはみんな敵になるわけで、えー、それからその小泉さんがですね「ニューズウィーク」の表紙になったですねうん、うん、それは背後に誰がいるかということを示してるんですよサーフィンもありましたでしょ、うん、でそういうことなんですよです、ね、だからこのオールドエスタブリッシュメントの背後にはそういう人たちがいますから、うん、そういうことなんですよね だから高市さんがあの実際に当選したらそれはまあ民意を受けてということになりますがもちろんこういったあの人たちは潰しにかかってくるわけです、うん、ですから安定的な政権を保つって大変なことですね、うんうん、よっぽどあの周囲固めて応援しないと、うん、はい、ありがとうございます4番お願いしますはい。他人へも郵送、主張維持、高市候補名言及避ける共同通信9月24日の記事 自民党総裁選に立候補している高市さない経済安全保障担当省は24日の記者会見で政策リーフレットを郵送したのは自分だけではないとの主張を維持した事実かどうかを問われ嘘は言ってないと述べた具体的にどの候補が郵送したかについては総裁選を泥仕合にしたくないと重ねて言及を避けたまあこれもだからレベルが低すぎる話だよねうん、うん、別に 送ったか送らないかとか、わけわからない。ルール決める前ですからそうそうルール決める前に送っちゃったんだから別にもうそれでしょうがないじゃないですかね。そんなんで揺らぐわけないじゃないですか、それで。本当に。逆に言えば、高市さんが伸びてこなかったら全く不問にされたりするね。そういうことでしょ。上がってきたから騒いで。上がってきたから騒いでそうこですね。本当にね、もうこういうのがね、どうですか、いろいろね、 高市さんのリーフレットがずるいとか言ってますけど、うん、メディアを使ってね、例えばアイドルの人にね、うん、この人がいいって言わせてみたりとか、ね、アンミカさんもそう、ありましたでしょはい、ね、はい。それから田崎史郎さんもそうでしょ、うん、いや、よっぽどメディアの方がね、いや、ひどい印象操作してね、うんまあ、いわゆるためにする行動ってやってますよね、うんうん。これが問題なんだったら、いや、あんたたち地上波どうなのと、全然見識もね、なんもないような、 あの、あるんだかどうだか分かんないような方にね。いや、だって、特に小泉さんをこう持ち上げたアンミカさんに至ってはね、うん、旦那さんがだって、滝川クリステルさんと仲がいいって言うんでしょ、うん、こんなのステルスマーケットみたいな話じゃないですか。うんうんうん いや、本当にこっちが不問にされてね、うん、なんでこんな締め切りがずっと前にあった話をね、こ、うんな突然出てきて、それをまたね、生放送の政治バラエティみたいなやつで、うん、有名な評論家さんがね、はい、言ったりするっていうのは、いや、本当にこれひどいなぁと、はい、どっちに正義があるんだよっていうのはね、うん、本当に思いますね。はい、これは、モルさんが言う通り、あの、既得権益。うん、その、自分たちが、そもそも、その自分、 このフレームワークですよね。既存のフレームワークの中で、ね、地位を得ているわけですから、利益を得てるわけですから、それを壊されることはもう絶対に嫌だと。ことですよね。だそれを、あの、それに、そのフレームワークに疑問を投げかけてくる人は、これはもう敵と。うん、だから平気で40点とか言っても恥じることはないと。<laughs> そういうことですよねいや。本当そう。今回もしね、高市さんがなったら、文化人放送局と文化人放送局を見てらっしゃる方たちの、うん 勝利でもあるわけですよ。ある意味。そういう意味ではね。本当にだから既存メディアとか、既存自民党の旧来型勢力とか、そういう人たちなんですよ。本当に。こう、わにいらっしゃる方はね。いや、本当そういうことですよね。そうじゃなかったら、小泉さん挙げたりできないですからね。はい。で、この5番ちょっとお願いします。 自民党総裁選、最新政、最新情勢、小泉氏、石橋、高市氏が激しく争う混戦に、NHK9 月23日記事、高市経済安全保障担当大臣は、保守的な思想、心情に共鳴しているとか、外交安全保障政策や総、えー、総務大臣経験者としての地方活性化策に期待したい、など、国家間や政策を評価する声がありました。 一方、保守的な思想ゆえに、支持が偏ってしまう恐れがあるとか、前回も立候補しており、あまり、えー、刷新感が出ないのではないかなどという意見もありました。前回立候補したから刷新感出ないとか、た <laughs> どうなるんですかそう,そうですね。おか <laughs> です。なんかわけわかんないですよね。はい。えー、じゃあ次行ってみましょう。はい、はいえー。高市さな VS、河野太郎、はいえー。6番。一般の方の9月24日のポスト。法人、えー、視察事件が起きても中国を擁護する河野。幼い男児が されてもネトうようと批判する国民をけなすとえー、本当は最、えー、本当に最低だと思う。しかし、高市さんは SN、SNS、えー、これは SN、SNS 上日本人学校に対する憎悪の書き込みの削除を強く要請と、はっきり言ってくれた。高市さなしさん、総理大臣にすべきだよね。はい。うん、では、7番もいってみましょう。はい、河野源太郎、三、え、枝、ー、源太郎さんの9月25日のポスト。<laughs> 河野太郎さんはもう総裁選は無理でしょう。それにしてもこんな人が北文夫さんを押しのけてもう少しで総理になるところだったなんて、くわばらくわばら。いや、本当ですよね。それか八番もいってみましょう。小森吉久さんの9月20日からポスト。はい。河野太郎氏はネトウヨという言葉がヘイトスピーチ、憎悪表現であることを知っているのか。日本人少年刺殺事件で中国側を非難するのはネトウヨだと発言。 人種や宗教、思想、性別など、えー、などを理由に特定の個人や集団を貶め、憎悪や怒りを生ませる言葉が、ヘイトスピーチ、ネトウヨという軽蔑、部別語もまさに、部、うん、別語もまさに、うん、はい、うん。うん、ということなんですよね。だここでやっぱりあ総裁選って当然ですね、あの前に出てきていろいろ言わなきゃいけないわけですから、まあ、その人の 人となり、すべてが、まあ、デザイナ当たり前ですよね。うん、はい。で、その時に、まあ、まさにこの、えー、河野さんのですね、まあ、もう分かってはいるんですけど、<laughs> この人は何で出てくれるんだって思いますけど、まあ、ますます分かったということですよね。うん、はい。でも本当に、あの、ラビットさんが言うみたいに、前回は、 すごい人気だったんですよ、うん。そうです,うですね、うんで。河野さんってね、やっぱり怖いなと思うのは、うん、昔は保守仕草だったんですよ、うん、この人、はいはい。韓国なんかに対しては確かに強くね、出てたんですよ。すよねはい、ところが、あ,あの人の、まあ、日本端子の話が、はい バレてからちょっとだん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 おかしくなってきて、あの方もだん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 メッキが剥がれてきてとか本性を表すようになってきて、うん、まあ僕未だにあのブロックされてるんですけど、はい、会場祭りにも残念ながらこう対象にならなかったみたいで、うん、相変わらずブロックされてるんですけど、あの方はこう自分にこう歯向かってくる人っていうのをこう、うん、まあ結構左派の方でもそんな方よくいらっしゃいますけど、こうバーンとレッテルを貼ってこう聞かないんですよね、こうやってね。うん、寝とうよっていうね。うん。ああね、そうですけど、このタイミングでですよ。 その日本人の男の子が残酷に殺されたわけでしょその時にこっちを侮蔑するっていうもう全く方向が全然違うじゃないですか。どういう感覚してるんだでしょ別にネトウヨのことを嫌ってたっていいですよ。いいけど今 大事なのは何なんですかこれ人の命じゃないですかしかも10歳の男の子がね、母親の前でね、残酷に視殺されるっていうとんでもない事件が起きたわけじゃないですか、はい、じゃあ、その背後にあるものは何なのかっていうところを突き詰めていくのが政治家の仕事でしょうでなんでこれこネトウヨとも全然違う方向に向けて石投げるっていうね。 本人の中では、なんて言うんだろう。その、これが問題だっていうふうにあまり思ってらっしゃらないのかなと。だからここのだ、だからそうですよ。この件で騒ぐべきじゃないという、うん、まさに中国への忖度ね。だからあの時に高市さんだけがこう、SNS とかあ、日頃からあそこあ、あれは日本人学校はスパイの学校養成所だとかね、うん、このむちゃくちゃなこと言ってる奴がいたわけですよね。で、それをあえて中国当局はそれ放置してたわけで、まあやらせてたというふうに、 あの、勘ぐることもできるぐらいの話であってね。そういうことにまず指摘をして、やっぱり未だに渡航制限も何にもかかってないと。韓国ですら、あの、何でも中国の言うことを聞く、韓国ですら1になってるのに、うんうん、日本はゼロだと、はい、どうなってんだよ。韓国が1にしてるのに、ねね。意味わかんない意味わかんないですよね。<laughs> 台湾とアメリカは3ですからね。で、これ、石油さんなんかはもうだいぶ前から、この中国がね、この、何でしたっけ、この、 国辱の日みたいな感じでね。これもそうだし、あと、全部日本関係なんですよね。3日ぐらいあってね。それで危ないということを、かなり前から警告してたわけですから。それはどん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 エスカレート、習近平政権になってエスカレートしてきてるわけでしょ。まあ、放置した方も悪い。はいはい、でここでどういう姿勢を見せるかというところで、またその政治家の本質がわかるわけですよね。 はい。というわけで、河野さんは、もう本当に。中国寄りです、ね、もう、もう寄りというか、なんというかね。もう、もうちょっとこのまま自然まで。中国、中国で。えで、この9番なんですけど。九番、九番ですね。はい、えー。焦りまくる人、正代がべれる、小泉慎次郎氏。はい。小泉慎次郎氏が麻生太郎副総裁と面会。自民党総裁選の支援要請か。朝日新聞9月24日記事。 自民党総裁選27日投開票に立候補している小泉慎次郎元環境省43歳無派閥が24日東京都内で麻生太郎副総裁と面会したことが分かった。 小泉氏は上位2人による決選投票に進んだ際の支援を麻生氏に求めたとみられる。面会は小泉氏側からの要請で約30分間行われた。小泉陣営の関係者はあらゆる人に頭を下げて支援をお願いする局面だと話しており、小泉氏も決選投票を見据え支援を求めた模様だ。 これだけど、どうですか、森内さん。これ、なんか、敵の将軍 <laughs> のところまあ、気持ちはわかりますが、はい、まあ先ほどの議論にもある通りの構図ですから、うんうん、まあ、それで、あの、お願いされたからって、はい、わかったっていうことには、うん、まあ、ならない。なりようがない、ね。なりようがないとい思います。で、あと、なんか、これ、あの、麻生さんと会う前に、特定局長に指示、えー、をお願いしたっていう記事も、 ありましたけど、まあ、そもそも、あの、郵政民営化して、あの、郵便局をめちゃくちゃにしたのは、あの、小泉さんのお父さんの純一郎総理ですから、まあ、そこにお願いよく、まあ、できるなっていう、私なんかがすると思いますし、まあ、お願いしたところで、はい、わかりましたって、普通はならないのかな、いいうふうふに思いますうんうん、うん、そうですよね。 はい、じゃあ、ちょっと時間になってしまいましたので、はい、えー、ここは一旦閉じて、えー、また続きをやっていきましょう。そ、はい、うですよね。あれだって、埼玉県内でやってんでしょう。そうです、浦和駅前。<laughs> 浦和駅前でやってんでしょ <laughs> <た>すげえ。ということで、これ十一番。はい。はい。ええー、諸井さんからのお預かり。総裁選への致命傷。自民党の応援演説で、小泉進次郎陣営が迷走。